違うんですよ。この画面がね、なんかこんな照明みたいになってるのは、あれなんですよね。カメラがあまりにも難度が低くて、ちょっとうまいことキャプチャー、なんちゃ似てる？だから言っただろ、俺ちゃんと事実を伝えるって。色味いじってないんだよ。これが限界なんだよ。言ったんだろう。そのうちちゃんといいやつ買うわ。そのうちちゃんと。そのうちちゃんといいやつ買うわ。そのうちちゃんと、普段からこの声だよ。じゃ、あれなんだよ。違う。俺だからそのこのなんか、もやもやを直そうと思って今10分間頑張ってきたんだよ。で、何をやるかと。私ですね。初めまして皆さん。私、うんこちゃんじゃありません。私、加藤純一と申します。名前だけでも覚えて帰っていただければなと思います。私がどういう放送をしていくかと、ちょっと色はちょっと許して、私はどういう放送していくかと言いますと、来る8月1日からですね、8月1日の土曜日から、土曜日21時からですね、私が勝手に加藤純一放送局という公式っぽい放送をしていこうと。いうことで、まあ、どのような放送になるかと言いますと、まあ、基本的にゲストはいません。うんこちゃん死にました。加藤純一が企画をし、加藤純一が MC をし、30分1枠でやっていくと。基本的にそこ以外で顔出しは考えていません。番組持ちます。番宣です。どこでやるの、うんこちゃんと。公式から声かかってると思いますか？かかってません。ここでやります。 この今のとこでやります。なので、あんまり変わらないんですが、じゃあ、それ自体はね、まあ、ここでやろうかなと思ってるんだけど、あんまり変わらないのですが、まあ、ちょっとね、いろいろ風味を変えていこうかなということで、なんかさ、俺、いろいろ公式放送ね、パクリってめっちゃ見てたの。公式放送めっちゃ見てたんだけど、なんか楽しそうな番組いっぱいあるんだよ。なんかこういうところでさ、俺さ、このスタジオ、家をスタジオに改装してるんで、ここにね、なんか、ドカーンとなんかみんな、その加藤純一放送局に向けて、まず業務用のファクシミリをちょっと導入して、みんなからファックス募集して、ここになんか、今日のうんこちゃんはこれだよ。 ドグマのパクリ。 ドグマのパクリ。 やっていこうかなと思います。で、ちょっとね、いろいろ考えたんだよ。ただ俺一人じゃ無理だなと思って、すごいね、なんていうのかな。加藤純一だけじゃ、なかなか難しいところがあるんだよ。難しいところがあって、ゲストというか、なんか心頼りになる、もう俺と二人で、俺はこの人と二人でやっていきたいと、いうね、生主がいるので、まあそれはちょっとね、後日発表していこうかなというふうに思います。皆さんもまあご存知の周知の方なんで大丈夫だと思います。で、基本的になんか何やるのかっていうのは、なんかちゃんと告知するんでよろしくお願いします。剣士じゃなかったらしばくぞ、剣士じゃありません。ちゃんと皆さんに納得でき、み、皆さんが納得できる形でやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。なので8月1日から8月1日まで私は顔も出しませんし、怒ってる花ちゃんも顔も出しませんし、何もしませんが、まあ、ちょっとやっていこうかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。やだったんだよね。もうちょっと超楽になったんだけど、俺。何にももう隠すもんねえじゃん。ようやく俺は、なんていうの？解き放たれたの、なんか、いろんなものから。水かき本物だよ、ほら。本物。違和感しかない。3日で慣れるよ。なんで、声合ってなさすぎてどういうこと？声合ってないってどういうこと？めちゃめちゃ声合ってんだろうが。あ、免許証見る。あ、免許証ってか、あれしよう。募金のやつ見せよう。気をつけないといけねえからよ。ポコチン見しちゃったら半端ねえから。お互いな、隠れてこそこそ募金してたっていうのも。なんか言いたいことの3分の1も、なんかこれ見える？全然見えないよね。全然見えないよね。全然見えない。ごめんね。ちゃんと、今度、写真でウップするね。俺、好青年だろ！めちゃめちゃ好青年だろ、俺。じゃ、
だって、あとで。で、これちゃんと俺のね、ステージみたいなのがあるんだって、ここに。台があってさ。台があってね。アップも変わんねえよ。こんな感じだよ。アップもクソもねえよ。アップはこんな感じです。よろしくお願いします。どんな顔して、やるよーってやってます、いつも。めっちゃ恥ずかしいんだけど、なんか形が。動きがあると動きつけるとクソ恥ずかしいんだけど、普段俺バレてなかったのに、うわーみたいなやつなのに、毎回俺バレるってこと？恥ずかしすぎるんだけど、ちゃんとそんな隠してたのに。ちなみにね、加藤純一になったからには私ね、まあちょっとしっかりいろいろやっていこうかなと思いますんで、皆さんどうぞ暇な時は見てください。前髪長いよね俺ね。前髪長いよね俺。アンジャッシュの渡部に超似てるって言われるよ。暗いところで会うと本物ですかって言われるからね俺。普通に本物ですかって言われたことあるからね。アンジャッシュの渡部本物ですかって、似てるって言われる。本気で似てるって言われる。いや本当だって、本当に似てるって言われる。似てるよね。似てるってめっちゃ言われる。頬骨がポコッとなってるからかな。だから俺嘘ついてねえだろ。だからさ、あれ調べてよ。なんか俺がさ、今までさ、放送でさ、この人似てるよっつってさ、みんながさ、なんか崇拝してさ、あれやったやつあるじゃん。ニコ動に上がってるじゃん。あれと俺を比べてみてよ、今。俺すげえ正確に物事伝えるだろう。すげえ正確に物事伝えるだろう。俺だから嘘つかねえんだって、本当に。正確に物事伝えるの。そっくりだろ。まっちゃんがだって言ってきたもん。顔出ししたのっていきなり。電話かけてきて、純顔出ししたのって言われたからね、俺。ガチで。なんか、巷では、渥美清似てるって言われて。ふざけんなよ。誰だあれ言ったやつマジで。渥美清は似てねえだろうがよ。俺ちゃんと正確な情報伝えていくから。渥美清に似てるって言われつってよ。もうそこはちゃんと否定させていただきます。痩せすぎてねえよ。乳首いいよ。バンにならなきゃいいよ、別に。恥ずかしくもなんともないし。ちょっと似てる。マジかよ。うちの親父ももう別に顔出ししてもいいでしょう。うちの親父、カニ系とクソ似てるからね。お父さんとお母さんごめんなさい、顔出ししちゃって。一応謝っとこう、バレた時のために。